っぱり就職実績がすごくあって、面接とか履歴書の書き方とか、まだ自分が経験したことないことを先生がこう事前にこうした方がいいんだよってこう具体的に言ってくれるので、今も就活すぐ終われたので就職活動のサポートが手厚いところがいいところだと思います。好きな授業は動画の授業です。アニメを描く時のルールとか、会社に入ってこう実際に学ぶことを授業で教わることができるので、より実践的な内容を学べるので、とても楽しい授業だと思ってます。オープンキャンパスに参加させていただきました。その際に先輩方に指導をしていただきまして、その先輩方の姿だったりとか接し方がとても印象に残りまして、その先輩のようになりたいと思い、このジャムに入学することを決めました。絵の描き方や漫画の作り方だけでなくて、企業説明会や卒業生の人のアシスタント依頼など仕事につなげてくれるのがすごくいい学校だなと思いました。もともと絵を描く仕事に就きたくて東京や名古屋などの専門学校を見たんですけど、他の学校はだいたい2年生の後半あたりから実際に漫画を作り始めて出版社などに持ち込むっていう授業が主だったんですけど、このジャムは1年生の夏休みからまずは1作漫画を作ってみて、編集さんに好評会という形で見せて評価をもらってという、非常に早いスパンで1作ずつ作っていくっていうのはとても実践的だと思ったんで、この学校を選びました。入学当初は全然喋れなかったんですけど、でも趣味の合う友達がいっぱい増えたりするところとか、先生との距離が近くてすごく話しやすいなというところがすごいいいところだと思います。服のデザインとかキャラクターのデザインをやっぱりすごく考えるのが好きで、デジタルイラストという授業とゲームグラフィックという授業がすごく好きです。デジタルイラストの方はゲームの画面などを考えたりするような授業で、ゲームグラフィックの方は本当にキャラクターデザインを考えたり自分で完成まで作ったりするような授業がとても大好きです。いつか独立してプロのイラストレーターとして頑張れたらいいなと思っております。